北海エビパンダラスラタイロストリスは、タラバエビ科に分類されるエビの一種。北西太平洋沿岸部の海岸の藻場に生息するエビで、食用に漁獲される。本種の学名に関しては、これまでパンダラスケスラーアイが用いられてきたが、ホルヒュイスは、学名の再検討を行い、本種の学名をパンダラスラタイロストリスとすることを提唱した。図鑑等の科学書では、 標準和名として、北海エビと呼ばれるが、商業流通上では北海島エビ、または単に島エビとも呼ばれる。また、漁業法に係る水産庁長官通達では、北海エビとされていることから、漁業権免許状等の公文書ではもっぱら北海エビが用いられている。体長は8から13センチメートルほど。全身が黄緑色と緑褐色の縦縞模様で、 シマエビの別名もこの体色に由来する。画角は長いが髪型にはあまり反り返らず、前方にまっすぐ伸びる。体は防水型で、甘エビと呼ばれる北国赤エビよりも太い体型をしている。甲は割と硬い。宮城県以北の北日本、日本海北部、オホーツク海沿岸に分布する。日本国外では、 カラフト南部やウラジオストック周辺にも分布するが、世界的に見て特に多く生息しているのは北海道の東部である。タラバエビ類は深海に生息するものが多いが、北海エビは内湾の海岸部にあるアマモやスガモの藻場に生息する。特徴的な島模様はアマモの茂みに紛れる保護色となる。植生は雑食性で、 小さな甲殻類や貝類を捕食する一方で植物も接触する。北海道では秋が産卵期で直径2ミリメートル前後の休憩の卵を一度に200から300個ほど産卵する。メスは受精卵を腹にある足に付着させて孵化するまで約9ヶ月間放卵する。従って卵から子供が孵化するのは翌年の5月末から6月初めである。 一般的な海産無脊椎動物とは異なり、北海エビの妖精は、浮遊妖精器を持たずに直達発生で孵化するので、海域間での分散範囲が乏しい。他のタラバエビ族のエビと同様に、有性先熟の性転換を行うので、若い個体はまずオスとなり、体長でおおよそ10センチメートル以上に成長すると、メスに性転換する。ただし、 性転換する体調は年によって変化し、その年の成長や周囲の状況に応じている。食用とされているものは、ほとんどすべて性転換後のメスである。寿命は3から4年ほどと考えられるが、高齢のメスのほとんどが漁獲されるため、実際の寿命は不明である。食用に捕獲された北海エビ生息域では重要な漁業対象の一つで、日本でも、 漁業法によって、第一種共同漁業権対象漁種に指定されている。主たる産地は、北海道東部で、特に、オホーツク海沿岸のノトロ湖、サロマ湖、太平洋沿岸の野付湾での生産量が多い。特に、野付湾での漁法は、巨場の雨もを傷つけないよう捕掛け船により、動力を用いない打たせ猛漁業で、その漁獲風景は、野付湾の初夏の風物詩となっている。 多くの地域では、7月を中心に、主に過去漁業により漁獲される。ミワビミダがエビ自身の筋肉中の消化酵素の働きで鮮度が落ちやすいため、サロマコやノトロコ等の多くの地域では漁獲後、直ちにそれぞれの漁家の加工場で茹で上げる。漁獲された後生きたまま魚市場へ運ばれる場合も、あるが、競り落とされてから十数分のうちに、ほぼ全量が茹でエビに加工される。 新鮮なものは茹でると縞模様を残したまま赤色に変わる。加工場では単純な塩茹でのみを行うため、塩加減が味を大きく左右すると言われる。1キロあたりの単価は3000円前後で取引されることが多く、1万円を超すこともある。キロ単価が極めて高い甲殻類の一種である。卵殻による資源変動が大きく、特に野付湾では、 湾周辺を牧場開発したことにより、資源の枯渇に見舞われたこともあったが、現在は漁期を制限したり、漁具の網目を大きくする、食事を行うなど、地域や漁協によって資源管理が進められている。アッケシワンでも資源量が減っていたが、資源管理の徹底に加えて、加工技術の見直しを行うことで、ブランド化されている。ただし、ほとんどの場合、エビ資源が、 なぜ変動するのかは正確に理解されていない。ありがとうございます。